皆さんこんにちは。1年間のご無沙汰でございました。みんなにコールアルミムです。今年もたくさんお見えいただきました。ありがとうございます。おかげさまで私どもも今年結成19年目を迎えました。このフェスティバルの連続7回目の出演でございます。これも一人に応援いただく皆様のおかげでございます。本当にありがとうございます。さて、原稿が参りました。令和の時代になりまして、私どもも斉藤先生のもとに新規一点オペラ曲、新しいジャンルの曲をですね、現在一生懸命習得中でございます。本日はまだ道半ばでございますけれども、皆さんにぜひその成果をお聞きいただきたいということで準備をいたしました。そんなことで今日はですね、全部新しい曲、もちろんあの本部初公開でございます。ぜひ一つ楽しみにしていただいて、ご満足をいただければ大変嬉しいです。最後までよろしく、一式にご協力をもらいたいと思います。それでは曲に参ります。1曲目は先ほど申し上げましたオペラの曲をモーツァルト曲の歌劇ジュガルの結婚よりもう飛ぶ舞のこの長調です。約230年前です。モーツァルトが30歳の時の作品なんでございますけれども、少しお時間いただきまして、解説をさせてください。この主人公ジュガル、これは猿伯爵の家の執事です。それからもう一人登場人物がいらっしゃいましたね。ケルビーノというんですけれども、伯爵の執事を、ごめんなさい、故障ですね、故障症、非常に恋を大きい少年でございましてね、夜となく昼となく宮廷内を歩き回りましてね、美しい女性にちょっかいをかけて、ジュガルの許嫁スザンナも例外ではございません。そういう中でこともあろうに伯爵の夫人にですね、横島な恋心みたいな、これも伯爵が知ってしまうんですね。知ってしまって激怒します。それで、ケルビノは遠隔地の戦場に移動を命じられるんですね。そして第一幕のフィラーレがやってまいります。執事のケルビーノに向かいましてね、フィガロがひるみたっぷりに歌います。まあ多様な色男よ、もう夜昼なく宮廷を飛び回って女性を口説いていたけれども、もうそういうことはできなくなるね。美しい化粧も羽も、それからお気に入りの軽やかなセンスのある帽子も、もうおしまいだねとフィガロは得意げに歌います。これが有名なもう飛ぶ舞のこの長調です。ぜひ今日は皆様、東京のオペラハウスにいらっしゃるような気持ちでお聴きをいただきたいと思います。それではもう飛ぶ舞のこの長調お聴きください。Thank you.
ほんの触りをお聞きいただきました。この後は皆さんぜひ劇場でいただきたいと思います。それではここで私の先生ご紹介をさせていただきます。ご指導をいただき始めてから4年目になります。いつも明るく、どこまでも明るく、熱血指導をいただいております、斉藤歌子先生です。それからピアノは斉藤先生のご主人様、斉藤健二先生です。健二先生も東京の方でコーラスの指導をなっていらっしゃるんですよ。ところで皆さん、明日なんですけれども、ふれあいの森公園で白岡バンドフェスティバルあるのご存知ですか？実は斉藤先生ご夫妻出演されるんです。ぜひお二人のですね、息の合ったピアノとボーカル演奏、素敵な演奏です。ぜひお楽しみに行かれてはいかがでございましょうか。2時45分からの出演でございます。それでは私ども歌に参ります。2曲目は、これはもう大変皆さんよくご存知の曲です。5番街のマリーへ、悪友、戸倉俊一、新一、黄金のコンビですね。その作曲で昭和48年に発表されています。日本のバンド、ペトロ・ヘプレ。ごめんなさい、ペトロ&パブリシャーの代表曲の一つなんですね。その後、高橋真理子がソロで歌いましてね、大変大ヒットしました。ロングヒット曲ですね。それでは5番街のマリーでお聴きください。
島社のコーナーです。はい、それでは皆さんお手元に紙があると思います。緑色の紙で、それの裏側を見ていただくと歌詞が載っていると思います。あの歌詞がなくても皆さんよくご存じの歌なので歌えると思います。大きな声で歌ってくれますか？ちょっと元気ないです。大きな声で歌ってくれますか？じゃあよろしくお願いします。では行きましょう。花です。Oh.
だけ中国どうもご協力ありがとうございました、今日はちょっと男性の方少ないようでございますけど、男性の方いかがでございましょう。次回はご一緒にこちらの方で歌われたんですね。ご理解をお待ち申し上げております、それでは私どもの3曲目は命の人と人との出会い、縁共に生きていくことの尊さ、それを歌っています、最近では結婚式とか卒業式を歌われています。もう10年前になりましょうか、 NHK の連続少女ですね。だんだんご存知ですか、だんだんの中で歌われた劇的なんですね。非常にいい曲です。お聴きください。Thank you.
ありがとうございます。とてもいい日でしょ。皆さんのお手元のチラシに雅、作詞雅と書いてますね。実は竹内まりやなんですね。雅は竹内まりやのペンネームです。実はドラマの構成上、出演者の皆さんには一切知らせてなかったと思います。ドラマが終わりましてね、ランクアップの後の懇親会の席で初めて皆さんに知らせて大変驚いたんです。それでは次に進みまいります。もう一つのオペラ曲、歌劇カルメンから闘牛士の歌、140年ぐらい前になります。フランスの作曲家ビゼーの作品なんですね。日本でも大変多く上演をされております、人気のオペラでございます。この闘牛士の歌ですけれども、私も大好きなんですけれども、こういう歌をコーラスで歌える時が来るということは夢にも思っておりませんでね、いつも練習のたびに興奮してるのは私だけかもしれませんですけれども、今日も精一杯歌いたいと思います。闘牛士の歌お聴きください。世界で見ます。
この地へ。ぜひその時にまた見てくださいと思います。今日は本当にありがとうございました。